はい、皆さんこんにちは、渡辺隆一です。今回はギレンのエヴァオジオン独立戦争機ジオン軍編難易度ハード続きをプレイしていきたいと思います。前回はハワイに対して損害覚悟で強襲上陸をかけて攻略をしました。今回はその続きになります。で、次の目標はドリントン基地、ここを目指していきたいと思っています。で、一方ですね、連邦軍の方もいわゆるオデッサ作戦を発動してくると思いますので、オデッサの防衛の準備も並行して進めていきたいと思います。では早速トリントン基地の攻略のためにですね、軍の再編を行っておきたいと思います。ではトリントン基地の攻略作戦を発動していきます。進行ルートを表示します。進行ルートはですね、ハワイからのルートとマドラスからのルート、ハワイからは2つのルートを使いたいと思いますので、合計3つの侵入経路を使っていきたいと思います。まずはマドラス。航空ルートですね。ここにはドズルの部隊を再配置しました。それと、ハワイと、ハワイ、ニューギニアとフィジーを使った2つのルートですね。ここにはガルマと、そしてギレン総帥の部隊を配置してあります。ではトリントン基地にギレン、ロズル、ガルマのザビ家の男児が集結しましたね。早速攻略作戦始めていきましょう。まずは九州、奇襲、いや野襲、どっちがいいかな。攻撃を絶対入れたいですよね。あとエースの登場も入れましょう。それに指揮紅葉と防御陣形、これでいきましょうか。トリントン基地の敵部隊の戦力それなりにあると思うんですが、できれば2ターンで決着つけたいですね。敵部隊が79、味方が76という、戦力配置になっています。これは3方向からそれぞれの部隊を基地中心部に進軍させると、単純ではありますけれども、割と成果が期待できる作戦をね、やっていきたいというふうに思います。で、敵の方ですが、やっぱりガンタンクはいそうですね。ガンダムタイプはいなそうですけど、ガンキャノンがいるといった感じですかね。では、モビルスーツ隊展開しつつ、基地中心部を目指します。敵は潜水艦の数がそれなりにありそうですね。なのでゴッガガイ、この辺りはかなり重宝しそうな戦場になりそうです。ゴッガガイの消耗には気をつけたいと思います。ドズルとシャアはマップの左上から入ってきてますので、陸戦になりますね。今はもう完全に戦域が2つに分かれてますね。ドズルが受け負っている、マップでいう左側とですね、ガルマ、ギレンが戦っている潜水部隊で侵入したマップの右側、ここで完全に分かれてしまっているので、戦力がね、お互いに分散しているという状態です。で、敵の潜水艦隊の数が多いので、先ほどもちょっと触れたようにですね、味方の水陸両用モビルスーツ、まだズゴックができていない中では、ゴックとアッカイだとちょっと頼りないと思うので、消耗にはね、特に気をつけたいと思います。潜水艦隊を叩く前に味方のゴック、アッカイが全滅すると、それこそ、かなり厳しくなってしまうので、しっかりアッカイ、ゴックの消耗状況は確認しながら、戦闘していきたいと思います。ここで倒さなきゃ。
さて湾の中、まあ、あのコロニーが落ちてできた湾ですね。その湾の中にモビルスーツ隊5機侵入させることができましたので、これで陸路とカイロ両方から基地中心部に迫れる状況が作れました。2段目に入ってます。ここで確実にトリントン基地は攻略を仕切りたいので、もうあと一押しというところで、このターンで確実に攻略完了するために多少の損害は覚悟の上で敵の殲滅に入りましょう。はい、これでトリントン基地攻略完了になります。敵部隊沈黙。実は先ほどオデッサ作戦と思われる連邦の動きを察知したという情報が入ってきてましたので、次回はですね、オデッサの防衛作戦を行っていくことになるかなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回その様子をまたプレイしていきたいと思います。